大西洋マダライルカは、クジラグーテイモクハクジラアモクマイルカかスジイルカ族に属するイルカである。大西洋の温帯から熱帯にかけて、特に北大西洋のメキシコ湾流が流れる海域に多く、生息する。成長すると、特徴のある、内模様が体中に現れる。カスリイルカとも呼ばれる。シノニムとして、ストネラプラジドンがある。大西洋マダライルカは、 1828年、キュビエによって、新種として報告された。体の特徴の個体差が大きいため、分類は難しかったが、現在では単一の種とされている。アメリカ合衆国フロリダ州周辺では、他よりも少し大きく、特にブチ模様が目立つ種類がよく見られる。これらが、大西洋マダライルカの足あるいは、大西洋マダライルカとは別の種として分類される。 可能性もある。生体の体長は1.7メートルから2.3メートル。体制用マダライルカは、生まれた時点ではほぼ均一な灰色であり、特徴的なブチを持たない。が、成長につれて大きく変化し、腹側には濃い灰色の斑紋横腹には白い斑紋が現れ、背や背びれは濃い灰色となる。成熟するにつれ斑紋は濃くなり、数も増えて、 体中を覆うようになり、完全に成熟すると、白点のある、ほぼ真っ黒な模様になる。ハンドウイルカやマダライルカと見間違えやすいが、太く長い糞ずんぐりとした胴体、肩から背びれにかけての明るい色の帯が、この種の識別点である。スジイルカ族の他の種と、同じく、群を成して行動することを好む。泳ぐのは早く、船の船首派を飛んだり、 アクロバット的なジャンプを行うこともよくある。大西洋マダライルカの生息域、大西洋マダライルカは、大西洋の温帯から熱帯にかけての海域に固有のイルカである。フロリダ州からバミューダにかけてのメキシコ湾流の西の橋あたりではよく見られる。また、メキシコ湾にも生息する。もっと東のアゾレス諸島やカナリア諸島で見られることは、あまり頻繁ではない。北限は、 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケープコットとスペインの南西の橋をつなぐ線のあたりである。南限はよくわかってはいないが、ブラジルのリオグランデドする州や西アフリカ沖などに生息することはわかっている。同じ海域に似たような他の種類のイルカが多数生息しているために、大西洋マダライルカの生息数を正確に調べることは困難である。全生息数を控えめに言えば、 約10万頭である。一部の大西洋マダライルカ、特にバハマ周辺に生息する大西洋マダライルカは人間との接触に慣れ親しんでおり、船によるドルフィンウォッチングだけでなくドルフィンスイムも一般的に行われている。人間をあまり怖がらないことを利用して、イルカ研究者は背びれに無線発信機を取り付けて行動パターンを観察することもある。 大西用マダライルカがイルカ量の対象となって捕獲されることも時折ある。また、差し網による混核もある。しかしながら、これらのことが原因となって、大西用マダライルカが絶滅してしまう恐れがあるとは、現時点では考えられていない。IUCN のレッドリストでは DD に分類されている。ロアリスク、リーストコンサーニエム・カーワーディーン。 オエールズ・ドルフィンズ・ポーパセス、ドーリング・キンダースリー・ハンドバーックス、ISBN 0751327816リーブス、エトール、ナショナル・アウズボン、ソサイティ・ガイド・ツー・マリーン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、ISBN 0375411410、海生哺乳類図鑑ズ・カン国立科学博物館動物、研究部、地球。不思議大自然大西洋バハマ諸島イルカの群れ地勢。 ふれる素顔日本放送協会ストネラフランタリス CMS サテーションスペシャリストグループ1996ストネラフランタリスイン IUCN20062006IUCN レッドリストオブセレットンドスピーシーズありがとうございます